ピントはアメリカのフォードモーターが製造、発売していたサブコンパクトカーで1971年から1980年まで販売された。同社の元社長であるリーアイア国家が開発責任者となっており、また構造上の欠陥が問題となったことで有名である。1907年以来最小のアメリカのフォード社であるピントは北米で フォードが生産した最初のサブコンパクトカーであった。ピントは北米市場向けに製造され、1970年9月11日に販売を始めた。当時アメリカのコンパクトカー市場は、フォルクスワーゲンやダットさん、トヨタなどの日本車といった輸入小型車が増加し、アメリカの自動車会社もこれらに対抗するため、従来より小さな サブコンパクトカーのクラスに参入していく。そうして生まれたのがピントであった。通常は約43ヶ月かける開発期間をわずか25ヶ月に短縮、市場へ投入されたが、後にこれが重大な問題となる。当初は二度アセダンとして登場。ラナバウトと呼ばれるハッチバックは1971年2月に追加された。1 9 7二年には、 ステーションワゴンも発売され、破格の2000ドル以下という低価格で人気を博していった。その後数回の小規模なマイナーチェンジを繰り返し、1977年にはオールガラスハッチのモデルを追加。1979年にはヘッドランプを角形とする変更を行い、翌1980年限りでエスコートにその座を譲り生産を終了した。 自動車としては平凡な作りでフロントにエンジンを置きリーフスプリングで釣ったリジットの後輪を駆動するフロントサスペンションはダブルウィッシュボーンコイルスプリングの独立であるマーキュリーブランドの姉妹車にボブキャットがあり1975年から1980年まで販売されたまた1973年のモデルチェンジで小型化されたマスタングは このピントをベースにしている。また、ホットモデルとしては1972年から1973年にかけて、ピントパングラと呼ばれるターボチャージャーやデジタルメーターを装備したキットがカリフォルニアのフォードディーラーで販売されていた。当初販売面では AMC が開発していた競合車種であるグレムリンに敗北したものの、そのグレムリンも売り上げこそ好調だったものの評価は、 良いとは言えず、後にピントが巻き返した。最終的に累計で300万台以上を販売している。ピントは欠陥を厳しく批判されたが、とはいえ、当時コスト削減のために品質が必然的に犠牲になっていた時代背景もあり、2005年に NBC が行ったオールタイムアメリカンワーストカーと呼ばれる調査において同時期に発売されていた車種のほとんどが、 ランクインしていることもまた事実である。ピントはストックカーレースのベースとしても用いられ、大いに活躍した。ピントにまつわるエピソードとして、最も有名なのが、いわゆる、フォードピント事件である。ピントの燃料体育配置には、ひつい突時に燃料漏れ、火災を起こしやすい欠陥があった。しかし、事故の損害賠償を求めた裁判において、フォードは欠陥を知りながら、 設計改善費用より事故発生時に支払う損害賠償額の方が安価との内部の費用便益分析に基づいてこれを放置したことが暴露され非難された。結果、フォードは多額の賠償を命ぜられたのみならず企業の信用も失墜することとなった。この事件は今日まで技術者倫理、企業倫理、不法行為改革の教育において しばしば題材として用いられている。また20世紀フォックスが1991年に制作した映画、訴訟の題材となっている。一方、後年の研究において、この費用便益分析は、実は、ピントの設計には直接関係しない文書である。ことなど、この事件の一般における理解には、誤解や不正確なものを含むことが指摘されている。 一般に知られる事件の概要は次のようなものである。戦術の通り、ピントは短期間で市場に送り込むこととコスト削減の目的で、通常43ヶ月を要する開発期間を25ヶ月に短縮して市場に送り込まれたが、開発段階で、スタイリング重視のためガソリンタンクとリアバンパーが近接した構造になったこと、リアバンパー及び取付部の強度が不足していた。 ことにより、追突事故に対して、非常に脆弱であるという欠陥が発覚した。しかし、フォードは、欠陥対策にかかるコストと、事故発生時に支払う賠償金額とを比較し、賠償金を支払う方が安価であると判断、事故予測180人が、少しさらに180人が重傷その結果の賠償額4950万ドル。 対し、ガソリンタンク対策費1台あたり11ドル。計1億3700万ドルしてそのまま放置した。そんな折、市販された、翌年の1972年に、インターステートハイウェイを走行中のピントがエンストを起こし、約時速80キロメートルで走行していた後続車に、追突されて炎上し、運転していた女性が死亡、同乗者が大やけど、大事故が発生した。 この事故での売信氷結でフォードを退社した元社員らが欠陥を知りながら開発を進めた事実を証言しコスト比較計算の事実も発覚したその後フォードは売信員裁判において総額1億2780万ドルもの巨額の懲罰的損害賠償を命じられることになりより大きな経済的打撃を受けるだけでなく製品の信頼性や 同社の信用も失墜してしまう皮肉な結果となった。フォードは対策としてガソリンタンクの配置を校舎軸上に変更し、ガソリンタンクとバンパーの強化を行う等の対策を取った。ピントの欠陥による事故の結果を起こされた二つの画期的な訴訟として、グリム正体、フォード及びインディアナ対フォードがある。ありがとうございます。